チーザチャリ旅始まりました。早速馬グルメを求めて出発したいと思います。いい天気です。ただ日に日に寒くなってます。チャリ旅、いいとこ見つけました。早速突撃したいと思います。 OK が出ました。今日は渋谷にある串揚げ生意気です。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。野菜スティック、野菜スティックのディップソース、そして串揚げのタレです。いただきます。野菜スティックディップソースにつけていただきます。まずは玉ねぎ、甘いですね玉ねぎ。そしてキャベツ、みずみずしいです。野菜スティックは本来の野菜の味が楽しめるからすっごい好きです。まさかここでブリのカルパッチョ、この時期のブリは最高ですね。さらにイクラが乗ってます。贅沢ですね。人参、このディップソースも美味しいです。味噌のソースで甘じょっぱいです。きゅうり、みずみずしいです。かぶ、どれも食感がすごいいいですね。ピーマン、いろいろな野菜がついてきます。ありがとうございます。鶴のコース、季節の串揚げ、ご飯セット、数の子ポテトサラダ、味噌汁が赤だしの味噌汁です。いただきます。まずは天使のエビ、塩をつけていただきたいと思います。頭もついてて味噌が入ってます。めちゃくちゃ美味しい。そして身はプリプリです。串揚げとご飯、おしんこ、最高ですね。このお店おすすめ、数の子の串揚げ。数の子串揚げにしても美味しい。食感がプチプチしてます。串揚げにしなくても俺はマジ大好きです。数の子最高ですね。次に鴨ネギ、塩お気に入りです。鴨とネギ合いますね。もうほんと塩だけで美味しいです。ほんと全部衣もサクサクで美味しい。くどくないです。いくらでもいけますね。赤だしの味噌汁が美味しい。次に数の子ポテトサラダ、ポテトサラダにプチプチした食感がプラスされて美味しさ倍増です。クラッカーにもつけて食べてみたいと思います。合わないはずがない。そしてこちら、ささみ梅です。中に梅が入ってます。さっぱりしてて美味しいですね。実は梅も大好物です。こちらはなんと牡蠣です。プリプリの牡蠣が入ってます。ソースでもいってみましょう。
美味しい。最後にアスパラガス1本揚げ、こちら鉄板ですね。中にホクホクのアスパラ、こんなでっかいアスパラ1本丸々、美味しいです。ご飯が進みます。すっごい贅沢なランチになりました。赤だしの味噌汁最後染みます。ごちそうさまです。これぜひもらってください。よろしくお願いします。紙紙してるんですか。そうです。お願いします。ありがとうございます。チャリ旅ごちそうさんです。渋谷にある串揚げ生焼き、天ぷらのコースめちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ渋谷生焼き行ってみてください。帰りたいと思います。今日もチャリ旅、皆さんご視聴ありがとうございます。また次回もお楽しみに。じゃあね。光らない自分、 嘘をつく霞。